はい、皆さんこんにちは、村長です。今回インスタコンポーダーのシリーズを3回でこれが終了だというふうに言ってたんですが、仲間の何人かが購入した時に僕の説明ではうまくできないというような人も何人か出てきました。それはなぜかというと、僕はスタジオ1でやっていたんですけれども、スタジオ1のルーティングっていうのはとっても柔軟にできていまして、各音源インストゥルメントですね、そこにダイレクトインという機能があって、 MIDI がどこから入ってきてどのチャンネルの音を入力するかということが自由にルーティングできるようになっていたわけです。例えば今画面にあるのはキューベースです。キューベースの場合、ここにインスペクターがあるんですけれども、ここでルーティングをインスタコンポーダーからの入力というふうに設定をします。そうしてもここにはチャンネル番号を入力するところがありません。そしてこのハリオンソニックで鳴らすんですけれども、ここでの設定は音源であるハリオンソニック SE に任すしかないということです。これはほとんどの DAW で同じような条件なのかもわかりませんでしたので、緊急報告としてキューベースもしかりなんですけれども、スタジオ1でもそうですが、いわゆる音源のインプットチャンネルということをちゃんと設定するような仕方を皆さんにご報告したいと思って、急遽動画を撮ることになりました。ここを見てください。このようにいくつの音源をここで設定をしています。そしてここからが普段は皆さんあまり使わないかもわからないんですけれども、上に MIDI というタブがあります。それをクリックするとこのような画面が出てきます。ここのところにチャンネルの番号があるんですけれども、この一番初めはトラック番号です。ですからこの12345はそのままでいいんですけれども、ここでプレイという項目があります。そこで今あえて変えておりますけれども、入力のチャンネル番号をこのように設定して12345と指定をしないといけないということです。基本的にはそれだけでいいんですけれども、この画面の下にミキサーのようになっています。いわゆるアウトプットのルーティングもしておく方がいいということになります。その時はこのハリオンソニックのところで出力を、今回の場合は12345、5つにこのようにチェックを入れたり外したりできるわけですけれども、ここで5つ分をこのように設定しておくと、画面の下に出力用のフェイダーが出てくるようになるわけです。そこに音を流すのには、ハリオンソニック SE の画面でミックスというタブがあります。この内部のミキサーのようなものなんですけれども、そこでアウトプットのチャンネルをこのように、メインってなっているのは1ということです。こちらでもありましたように、1番というのはもう削除もできない固定のこのオレンジの部分になります。そしてその後から2番、そして3番、このようにアウトプットのルーティングもしないといけないことになります。このように設定をしまして、インスタコンポーザーの方でチャンネル1、チャンネル2、チャンネル3というふうに MIDI を流すと、こちらの画面にちゃんとインプットされて出力することができるようになります。一回演奏してみます。はい、このようになります。もう一度オールにして GO を押します。このように変更していけますね。これでもう一度鳴らしてみます。
今回はハリオンソニックでやりましたけれども、別の音源でもいいわけです。例えばここにサンプルタンクがあります。サンプルタンクの画面に同じようにセッティングをします。位置がグランドピアノになっています。次の2つ目はギターです。そして3つ目が、今は入っていませんが、ここにベースを入れたいと思います。はい、ベースでプレジジョンベースフィンガータイプ。を入れてみました。そしてこれの音源を出すのには今ちょっとミュートにしておりましたので、ミュートを外しておきます。ここですね。ちょっと音がどんな風になるか。はい、こんな音ですね。2つ目の音。はい、1つ目の音ピアノですね。そして4つ目の音。はい、こういうパッドの音です。そして5つ目はコードというので来ますので、はい、こんな感じの柔らかい音色にしています。こうしておくと、このハリオンソニックの方をミュートしておきます。そして鳴らしてみます。今サンプルタンクはアウトプットを指定していません。サンプルタンクの方でのアウトプットはここで設定します。これを3、4にして5、6にします。これ7、8です。そしてこれ9、10です。このようにサンプルタンクは設定をしまして、アウトプットを見てみます。はい、今は一つだけになってますよね。ですから下のところも今一つだけしかないわけです。ここでチャンネルを展開していきます。はい、5つのアウトプットを作りました。ですからここにこのようにミキサーのような形になって出てきているわけです。これで鳴らしてみます。はい、これを変えてみます。GO!これでルーティングができたわけです。サンプルタンクのインのチャンネルというのは、例えばまずこのように一つ押しますと、ここにチャンネルを設定できるようになっています。そして2つ目チャンネル2になりましたね。3つ目3、4つ目4、5つ目5ですね。はい、ここのところがインプットのチャンネルになるわけです。このようにマルチ音源であれば MIDI のインプットチャンネルを指定できるんですけれども、ほとんどの DAW にはスタジオ1のようなダイレクトインという機能がないので、いわゆる音源の機能に頼るということになります。そこらのところを確認すれば、ほとんどの DAW でできるようになると思います。キューベースの場合はこの2
付属のハリオンソニックにもそういう機能がありました。すべての DAW の付属音源がどのようにインプットチャンネルの変更を許可しているかは僕もすべては分かりませんけれども、皆さんの DAW ででも確認をしてみてください。今日は緊急レポートの村長でした。